なんか挨拶とかしてください、最初の。どうも始まりましたね。だって、お久しぶりとか言うじゃん。うん、前回の見てる人いないでしょ。これどうせあれ、切り替えで作れるんだから、昔の映像とかも流れてる。めっちゃうるさいわ。こんなことやってました。いや、できるけど。あの時はあったから。できるけど。何やったの？何も覚えてねえわ。何を話したかも全く覚えてないんだけど。いや、とりあえず、オリンピックの新しい競技を考えるっていうのは覚えてますけど。あー、覚えてないな。なんか新しいお題で。そうっすね。まあ、じゃあ。あ、とりあえずこの番組の趣旨は、美術とは全く関係ない。まあなんか最近のカルチャーをその有識者である吉川隆久がその斜めに切るっていう番組です。とりあえず生放送、一応は生放送だから今日のニュースで、サイクロンすごかった。サイクロン？いやサイクロン。サイクロン？ちょい前だろ。でもサイクロンと中国の地震しか知らないよ。いやいや、一応カルチ、この番組は、ノリはカルチャー番組で行こうと思ってるんで、そういう時事ネタは一切やんない。時事ネタやんないの？時事ネタでも、その、ちょっと文化的なことしか やらないで。ああ。文化、だからワイドショーの文化面のみ。ああ、そう。とりあえず今日が、5月21日の放送なんですよ、これ。生放送は。で、まあ、5月21日、俺が今日ヤフー開いた時に一番最初に入ったのは、まあ、恋空がドラマになるっていう動画。あ、最近のニュースなの？僕、あ、まあ、今日のニュースなんですよ。うん。だから、で、恋空って知ってます？そもそも。知ってるよ。おぉ、本当に、うん、え、誰が出てました？なんか、リアルに当てちゃいそうだからやるの。あ、そう。あれでしょ？ミスチルの歌のやつでしょ？え？ミスチルの歌のやつでしょ？おぉ。でしょ？あ、わかるよ。だからどういう話かは全くわかんないよ。あ、そらまあ。え、それドラマ化されて、ドラマだと誰？あ、だから、そうそう。だからそのドラマは、主役はオーディションで決めるって言ってました。まあだから、うちらが今の段階で知らないような名前の人らが、選ばれるんでしょうけど。あ、なるほど。あ、多分この放送して見てる人わかんないけど、こっちに20人ぐらいいるんだ。そうっすよ。これ20人ぐらいのスタッフで撮ってる番組ですから、すごい お金かかってる番組です、うん。こっちにもみんな、すごい人が待機。スポンサーとか。うん、トヨタの人とか。見えるよね。だからこれを本にしようって言ったもん。本か。なんで本にしたんだろう ?DVD 発して。いや、なんかとりあえず本からじゃないの、スタッフ。スタッフから始めた。これでさ、かなり金かけてないっていうのがわかりますけど。コンビニでも安い方のお菓子ですね。うん、しかもこれトークで言ってんのに、こんなの喋れねえよ。バッサバサじゃねえ。え、じゃあ、恋空楽しみにしてんだ。いや、全然してないですよ。たまたま。あ、たまたま見たから。目についた、今日のニュースが、で、文化面が恋空だったんですよ。それ、なんで、どこで力入れてる、だテレ東とかじゃないでしょ？ああ、やっぱ。どこだっけな。俺、曲まで見てないし。俺、TBS っぽいかなと思うんですよ。勝手なイメージ。世界の中心。とかやったじゃないですか。あー、その系統なんだ。いやいや、違うかもしれないけど、俺はなんとなく映画をドラマ化するのはもう。TBS っぽいけど、富士もやるじゃんね。まあやるけどね。富士かだから TBS ですよ。そうだろうね。うん、なんか生放送でやってんだから知ってる人がこう、ここだよって教えてくれるんで。うん。カローラ2に乗って、買い物に出かけた。財布ないのに気づいて、そのままドライブ。アタムベーシック、コロラ2。20世紀少年の。あれ映画館のやつでしょ、うん、のカンナ役当てましょうか。カンナ役当てる？当てましょう。あれじゃあ、設定的に、高校生なんだ。うん。んで、3部作あるから、だから最悪今17の人がやっても20歳になる。うん。
言ってる意味わかるでしょ、最後の作品を撮るときに。だから二十歳ぐらいがやってもいいってことでしょ。そうそう。だから今17歳のやつを使うと、二十歳までに顔が変わる可能性がある。てか、ね、3年もやらねえだろ。やるよ、だって、あ、そっか、あ、2年か。3部作だから。3部作。うん、どうせ最後にあれでしょ、チラッとカンナっぽいのが出てくるんでしょ。で、だから、誰がやるか、当てようか。いや、だからそう言ってんじゃん。当てたら、一応、それが当たってればちょっと良くないですか。うん。多少ね。あ、そうだね。一応さ、民衆つうか世間的な、意見？世間的な本命は相武咲とか、やってるからね。あたりなんですよ。まあそうだね。まあ、長澤まさみは南ちゃんだからね。もうできないでしょ。まあちょっとね、イメージ、うん。あ、そっか、ハッピーやったりしたっけ。そうそうそう。だから言われてんでしょ。あ、それ強いですね。うん、いや、なんとなく仕事カットだからかなって思ってた。いや、違うよ。だって、あ、それ強いですね。うん、だって、相武咲か浅香唯衣ですもんね。そうそうそう。柔らかいでしょ。あのね、それはね、もちろん、みんなで話し合った時の、ね、俺はネタにはしてる。相武咲は当たり前すぎるから、まあ、だって相武咲が今いくつなの？あー、でも、ビールの CM してるから二十歳オーバーだとは思いますけど。でしょ？だから、最後。21ぐらいじゃん。うん。だ最後24ぐらいになっちゃってるんでしょ？あー。いや、いけますよ、あれ。いけますけど、ただ。相武咲主役って感じまでしなくない？いや、っていうかもうピーク去ってますよ。ピーク去ってるよね。そろそろ、ファンレター送っても3時ぐらい。そろそろ、あ、もうそろそろ見てみようかなっていうぐらいまで。まあそうなったんですよ。だってそれ以外、あと誰がいるの？いや、多分俺はもう、ああそうか、新人オーディションがリアルだと思うよ。だってそれ以外いなくない？だってあと、主役級でやりそうな人ってみんな年取っちゃうじゃん。だから多分、やる。やる？いや、なんでも。いや、今、スタッフが戻ってきてるからびっくりした。なんか10人くらい。10人くらい。すげえスタッフ。さっきまですごいスタッフがいっぱいいたんだけど、今、いなくなっちゃって。残念です。一応、そうだね。あ、全然いけるよ。まあ、だって、誰も見てないし、生放送は。一応、とても気を使ってるんですけど。いやいや、気使わなくていいよ。うん。これ1年後ぐらいで DVD でヒットする番組ですか？20 世紀の少年のキャスティングが決まってなかったら当てたら結構いいんだけどね。もうほとんど決まっちゃってるもんね。まあ決まってます。ほとんど吉本寄りだもんね、あれ。吉本寄りですか？うん。唐沢とか？いや、唐沢とかじゃないけど、だって、いろいろ出るでしょ？まあ出ますけど。吉本多いよね、あれ。だから、ケンジなんて、あれだよ。浦沢直樹がやればよかったんで。ねえ。楽器できるしね。ねえ、ちょうどいいぐらいだよ。だって多分あれ自分を投影してんじゃないのか。そうなのかな。でもまあ、カンナは新人オーディションでしょ。まあね。だってあと、いなくない？まあ、厳しいですね。そう。結局、あ、まとめんの、ね、いや、これそれじゃねえや。20世紀少年まとめようかなと。一応勝手にじゃあ俺水沢奈子って言ってきます、ね。ああ、知らないもん。いやまあ、そらそうなんですね。何でですか？いや、まあ、BS 富士のドラマで今やってるから。まあ一応言っとくだけ言っとくんですよ。なんか何も言わずにその新人の子が出ると思うよぐらいで終わらすのもなんかひどいから。まあそうだね。最初スマットを買ってやったんです。水沢奈子。え、いくつの人？あれは多分相当若いですよ。15、6。若いけど、可愛いんだ。まあまあ可愛い。こんなに喋ってるのにね、2人とも行かないもんね。まあ結構ないね。うん